日本近畿地方大阪府大阪市中央区、北九法寺町北九法寺町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、北九法寺町1丁目から九法寺町4丁目。北は、九太郎町。南は、南九法寺町、東は、東横堀川を挟んで材木町。西は、西横堀川跡の阪神高速1号。環状線北駅を挟んで、 西区いたち堀と、それぞれ接する。1872年まで、現在の三丁目と四丁目のうちと部池筋、震災橋筋間は、天馬町、震災橋筋低み道筋間は、現在門町、佐野屋橋筋沿いと、渡辺筋沿いは上南場町、西横堀川沿いは、西笹町という町名だった。当地に旧法寺という寺院があったことに由来するという、説と、 道頓堀川が開削された際に、河内国部川郡、旧宝寺村から多くの妊婦が来て、当地を重地にしていたことに由来するという説の二つがある。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町帝、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧 AB、 北九方寺町の郵便番号。日本郵便。二千十九年八月十五日閲覧。市外局番の一覧。総務省。二千十九年六月二十四日閲覧。九方寺橋。大阪市。二千十八年九月二十七日閲覧。AB。平成七年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数調長。あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、 日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます。